新関良造新関良造は、ドイツ文学者、演劇研究者。1943年恩師賞受賞。1963年日本学士委員会員。1967年文化功労者。文学博士。学習院教授。埼玉大学学長。河北町名誉町民。山形県西村山郡、谷内村横町生まれ。旧姓、平泉。 八千じん高等小学校から、西村山郡立西村山中学校に入学後、山形中学校に転じる。東京高等商業学校に進んだ後、山形市のおば、ニーゼ規制の養子となる。第一高等学校門下を経て、東京帝国大学門下大学独門下卒。シラー研究から始まり、ギリシャ悲劇をはじめとする比較演劇研究者として、多くの業績を残した。 1943年、ギリシャローマ演劇史で、第四高等学校教授、学習委員教授を務め、戦後は、埼玉大学学長、教立女子大学教授を務めた。息子は、ソ連大使を務めた、外交官の新関キー学習委員時代の三島幸男の担任教師でもあった。1958年、ギリシャローマ演劇史で、日本芸術院賞受賞。 1963年に本学士院員会員。1967年文化功労者。学習院で教わった三島幸夫は、一にもシラー、二に,にもシラーのシラー教の教祖、東う様こと新関良造先生と実会している。父様こと新関良造先生も、全身これ、ドイツ語と言うべき先生で、あるとき、つびっしん、これはすなわち、 英語のアモンクである。アモンクであると例の通り重厚な調子で言われるのが一瞬何のことかわからなかったが、やがてそれは英語のアマングをドイツ語読みしたものだとわかった。まさにドイッチランドウーバーアレスである。三島由紀夫、ドイツ語の思い出。ありがとうございます。